coming out. Jaha. Your make is thin. Lip is thin.美容とかの一日ですね。はい。でまず今は11時ぐらいですが、ミルクフェードさんの展示会に行ってきたいと思います。はい。まだ冬だけど春服を見ていきたいと思います。はい。はい、今展示会終わりました。もう春物だったんですけど、ちょっと冬のもあったりしてめっちゃ可愛かったです。ミルクフェードさんは結構 T シャツとか、フーディーパーカーとかをゲットして、それを着ることが多いので、今回も T シャツとかでかシャツも購入した。シャツも購入したりしました。では今からちょっと次まで時間ないんだけど、お昼ご飯を探したいと思います。今日はここに行ってみようと思います。はい、行こう。どっちもいいよ。魚と唐揚げにします。なんでご飯焼き魚と唐揚げ半分こします。今日は珍しく半分こは今から脱毛に行ってきます。行ってきます。はい、今リカとご飯食べてからバイバイして。リカはね、今日は脱毛に行ってて、私は今日はコルギ、ほんとプライベートで1年ぐらい通ってるコルギがあるんですけど、そこに来ました。1時間ぐらい体と顔をやってもらいます。なんかコルギってまあ痛いイメージやけど、そうじゃなくてなんかエステみたいな感じで、すっごくぐっすり眠れるんですけど、気持ちよすぎて寝たくないから、いつも目をこじ開けて、すごいな。じゃあ行ってきたいと思います。行ってきます。はーい、同じ画角からになっちゃうけど今終わりました。あっという間に終わっちゃった、寝てたからで、今日はこれから、このあとまつげパーマを予約してるんですけど、ちょっとそれまで1時間くらい時間あるからカフェに行って、今ちょっと勉強中のことを勉強しようかなと思います。じゃあカフェ探しします。今池袋にいます。ここのタリーズに行こうと思います。空いてる？空いてるっぽい。ここのタリーズ好きなんですよねはい、今脱毛が終わって、今からネイルに行ってきます。時間がなくて焦り中。ともう着きます。かわいい。じゃあネイルしてきました。いつもしてくれてます。かわいい。リカが持っていたデザインを参考にすごくかわいいネイルにしてもらったよ。お気に入り。はい、今まつげパーマ行きました。綺麗に。今からリカと合流します。ポットノラ。今からどこですか？説明してください。新橋。なんでこの間の Vlog でも行ったじゃん。ここに行くよ。また来ました。ちょっと前に来たのに。前髪か。伸ばしていた前髪を切っちゃいます。こんなに伸びたんだね。行きます。切ります。こんな伸ばしたのに。え、めっちゃ伸びてる。ほら切るの。はい。いやー、目が開けれる。頑張って伸ばしてたもん。ほんと。わーい。じゃあのね、リカと切りたいって言った。くしょー、伸ばせなかった。はい。はい。切ってきました。これから私たちが前髪伸ばすって言った時はみんな止めてくださいね。期待しないでください。スーパー寄りました。帰ってきました。ただいまも。ただいま。買ってきたよ。ヤッホーヤッホー。携帯取りに来た。今からご飯炊きます。明日めちゃくちゃ早いので。急いでご飯食べて寝ます。ちょっと豚肉の生姜焼き作ってみようと思います。帰宅。ちょっと後ろが散らかってるけど、この辺こんな可愛いポーチと、その中になんと駄菓子。うまっ。かまやつさん数日間駄菓子楽しみます。何か届いていたので開けたいと思います。おー、目がこれもう届いたの。わあ、かわいい。こういう服、これ楽しみにしてた。嬉しい。またヒートテック見えててごめんなさい。今日ももうここの画角に来たら終わりっていうことが分かるでしょうね。あれリカのそれリカのやつはこっちのあれやん。違うって、これ自分が団子やった時に片付けてないやつやん、ずっと。じゃあリカはちょっと前髪上げた状態映したくないので終わります。もうリカは黒い。また次のブログで。ちょっと待って。いつもよりやばい。はい、また次会いましょう。じゃあねー。バイビー。